で、DCC へプラグインのインストールを実際始めたいと思うんですが、その前に、動作環境の説明を少しさせていきます。ア、えーノルド、アーノルド自体はマルチプラットフォーム対応ですね。64bitOS であれば、Linux、Windows、MacOS、それぞれに対応しています。詳細はまた後ほど述べさせていただきます。Windows 環境においての注意点ですが、アーノルド5.0以降、 ビジュアルスタジオ2015のディストリビュート、再配布版ですね。こちらのインストールが必須となっております。で、対応をハードウェアとして Int、Intel AMD 両互換の CPU に対応しています。こちらもちょっとまた細かい説明がなっちゃいますが、もちろんこちらのアーノルドはソフトウェアレンダーですので、ハードウェアに対して GPU やグラボは必要ない。つまりはグレードサーバーやレンダリングサーバーがあれば、レンダリング可能です。 それぞれ、ブラグインの動作環境につきましては、Maya to Arnold M2A ですね。こちらは対応しているバージョンが2015、2016。こちらはエクステンション等のアップデートを含みます。あとは2017に対応しております。Windows 環境においては Windows 7以降。Linux 環境は RedHat 互換で6以降の環境ですね。OSX に関しては10.8以降。 で先ほどもちょっと言いましたあの CPU に関する制限といいますかあの注意事項なんですが、えー、近年の CPU であればほぼ問題はありませんが、えー、SSE 目の命令セット4.1以降に対応した CPU でないと、うん、アーノルド5.0以降は正しく動きませんのでご注意ください、えー、こちら多分ここ数年内の CPU であれば問題はありませんがちょっと古いハードウェアとかを使っているお客様はご注意が必要です で、マ、え、ヤ、ー、の2017、こちらの無印のバージョンからバンドルされております。でこちらもちょっと注意点なんですが、ア、えーノルドと DC シスツール、アップデートとそれぞれのバージョンが必ずしも一致するわけではありません。えー、それぞれが別々でして、例えば、マヤの2017の時点でバンドルされたバージョンは M2A1.3.0.0。アップデート1におきましては M2A1.3.1.1。 アップデート2で M2A1.4.0.0 アップデート3において M2A1.4.2.0 ですね、えー、なので R ノード5の対応したバージョンというのは M2A の2.0.0.0というバージョンからになります、えー、つい先日アップデート4もリリースされましたがこちらもまだ2.0.0が同風されておりませんので R ノード M2A を最新版にされたい場合は別途 ソリッドアングル社のこのサイトからダウンロードが必要となります。えー、続きまして MAX2A Max ですね。こちらもどうです、えー、こちらの場合は2018から正式対応、バンドルとなっています。えー、2018のバージョンで最初にバンドルされた MAX2A は1.0.71に、こちら Arnold Core 5.0に対応したバージョンです。えー、動作環境は同じように Windows 7以降、えー 同じように CPU の SSE が4.1以降に対応している必要がありますで。最新版は別途ダウンロードが必要というのとも同じですねで。各プラグインの最新版情報、これちょっと6月の時点の情報ですが、アウノードコア、SDK としては最新版が5.0.0.3。M2A は2.0.0.1。 MAX2A が1.0.820。H2A、これフーディンですね。あとシネバ 4D、刀等も2.0台に上がっておりますが、1個注意点として SI2A、ソフトイメージー a アーノ l ドというのもあるんですが、こちらのバージョンは今3.17.0というバージョンが最新なんですが、これはアーノルドコア5.0には対応しておりません。アーノルドコアとしては4.2.16.1なので、えー、まだ 5.0対応のバージョンプラグインは開発中でして、順次リリースされていくと思います。くどいようですが、それぞれのプラグイン、DCCG 用のプラグインは個別に別途ダウンロードが必要です。お使いになるアーノルドの環境、バージョン、シェーダー等に合わせてお選びください。プラグインインストーラーのインストーリーサイトのちょっと注意点ですが、先ほど申しましたように MAXMAYA、それぞれの2018、2017バージョン 最初からついてくるバージョンがありますので、それはサイレントインストールですね。インストーラーを見ていただくと、このキャプチャー画面にあります通り、オプションで選ぶと、このチェックボックスが最初から付いています。もし入れたくないとかあの、バージョンを被せたくないという場合は、このチェックボックスをオフにしてインストールする必要があります。で、二つ目、バンドル版から最新版にしたい場合は、別途ダウンロードして、個別にインストールする必要があります。で、こちらも注意点ですが、 最初からもし2017、前の2017を入れて、アーノルドのフリーバージョンが入っていたりとか、m a スもそうですね、最新版にしたいという場合、旧バージョンがあるのでな、インストールされている環境では、事前にアンインストールすることを推奨しています。こちら、えー、後でまた説明します。それぞれアンインストールパッケージがあります。もしくは、ね、Windows のアンインストールメニューからアンインストールすることができます。では、実際ダウンロードとインストールというところで、 ダウンロードはこちら、ソリッドアングルのこのページからダウンロードができます。えー、見ていただくと、このマヤは今これが最新版だよとか、MAX に関してはこちらですっていうふうに書いてあります。もちろんリリースノートを見ることもできます。で、サイトに行っていただきまして、この例えばマヤですね。Windows 版のマヤ2017をダウンロードしようとなりますと、えー、こちら、ログインが必要となります。えー、もしアカウントを持っていない場合は、こちらのレジスターから 選んでいいただいてアカウントを作っていただくとログイン後ダウンロードページを開くことができます。でこちらまたちょっと後で実際実演しますが、マ、え、ヤ、ー、のインストールの画面ですね。M2A2.0.1 のインストールの際はこのような手順で流れていきます。でインストールされるパスはこちら C、ソリッドアングルの下の M2A デプロイの下のバージョンナンバーというところです。 マヤのプラグインの中というわけではないのでご注意ください。Linux 環境においても同じですね。このインストールパッケージをダウンロードした後、コマンドラインから叩いていただく。OSX の場合もインストールパッケージがありますので、同じように UI で走っていきます。MAX の場合はですね、Windows 版しかありませんが、MAX2A をダウンロードしますと、同じこのインストーラーをします。MAX2A だけでちょっとこの背景のインストール画面が出てくるんですが、まあ、基本的には同じで。 そのまま続けていただくとインストールができますと。ではちょっと、えー、実際 Windows でインストールを試してみましょう。えー、今すでにこちらに各プラグインがダウンロードしてあります。えー、先ほど申したように、ちょっとまずアンインストールをしてですね。 完全にきれいな環境からのインストールを試してみましょう、えー、まず入っている MAX2A ですねこちらをアンインストールします失礼 MAX 起動中でしたねはいアンインストールができました、えー、同じく M2A マイヤーの方ですね こちらもアンインストールします。こちらバンドされたバージョンですね1.4.2.0となっていますねこちらもメニューに従ってアンインストール Windows ではこのようにアンインストーラーからアンインストールができますが OSX や Linux の場合はインストールされたフォルダーの削除でそのままで削除ができますではまず M2A を入れましょう こちら、え、ちょっとインストール時の注意点ですが、M2A の場合、普通にインストールすだけではこの M2A4Maya2017 だけで問題ないんですが、一応この ConfigureM2A というファイル、これコンフィギレーションのファイルですね。これは、あの、チェックを外しても大丈夫なんですが、複数の,あのアーノードバージョンを使いたいとかっていうときは、チェックを外して自分で個別に指定する。ただ、最新版しか使わないよっていうのであれば、このチェックボックスは常にチェックしておいて大丈夫です。で、先ほどのインストールパスにインストールが。 されます。はい、前の方は下りました。では続いてマックスの方。先ほど申し上げたこの背景マックスだけ背景画面があるんですが、あとは基本的に同じです。メニューに従っていただいてインストールを選んでいただくと。 自動的にインストールパスにプラグインが展開されます。で、終わった後はフィニッシュと。では、インストールしたらどうなるかというのを先ほどのちょっとまた資料でご覧になってください。インストールを終わりますと、前のメニューから、ウィンドウ、設定、プリファレンスで、プラグインマネージャーを立ち上げますと、えー、下の方に M2A というプラグインが確認できます。ちこちらも実際ちょっと見てみましょう。 前を立ち上げます。で、先ほど申しました、ここのウィンドウの中の設定プリファレンス、プラグインマネージャー,、えー、ちょっと上の方に、下の方に行っていただくと、M2 やりましたね。今、ロードになっています。これがロードされていると、前のメニュー、アーノルドというメニューができています。こちら、正しいバージョンかどうかの確認は、このプラグインの中のインフォメーションボタンでも、 プラグインバージョンが確認できますし、もしくは、アーノードメニューで、アバウトを選んでいただいても、同様に M2A のバージョンと、アーノードコアのバージョンが見ることができます。これでアーノードはロードされました。MAX に行く前にですね、ちょっと前の万が一、M2A が立ち上がらないよとか、そういった場合のトラブルシューティングの話を。 プラグインマネージャーにもし M2A が表示されない場合、こちらはですね、この M2A.mod というファイルがこの場所にあるかどうかを確認していただくこと、あとはその内部の記述確認ですね。これらが正しくなっていれば、あの、表示されるはずです。で、それでも、例えば、プラグインで表示されるけど、ロードがされないといった場合、この環境変数を確認してください。 あと、まだおかしいよっていうようなケースの場合は、先ほど申しました SSE の対応。こちらが4.1以前の対応とか古い CP ですと、正しくロードされないことがあります。で、それでもまだロードができない、もしくは M2A が見えないといった何か異常の場合は、えー、最悪のケースとしてマヤと m y a と M2A のクリーンインストールというのを推奨しております。ということで、ちょっとこちらトラブルシューティングですね。で はい、戻りましマックスの話です。Max、の場合、えー、カスタマイズからプラグインマネージャーこちらも同様に見れますので立ち上げてみましょうマックス2018を起動しましてカスタマイズからプラグインマネージャーでこちらすでに下の方にアーノルドマックスプラグインというのがチェックされています なので、こちらの方で見ると、このアーノードのコンテンツがロードされているのが確認できます。すべてロード済みになっていますね。このようにパスの確認もできますと。あ、そうですね。ックスのア、えーノードメニューからも、ックスの場合、ちょっとアーノードのメニュー自体は少ないんですが、 アバウトから確認すすることもできますなので、えーまあ、先ほどもしましたように、アンロード頻繁に更新がありますので、ちょっとバージョン変えたりとか、アップデートして、今どのバージョンか分からないなとか、確認したいなというときは、このメニューをお使いください。